鉄欠乏性貧血は体内に鉄が不足することにより十分にヘモグロビンを生産できなくなることで生じる貧血のことである。赤血球は細胞内に血色素を含有しており鉄は血色素を構成する必須成分の一つである。血色素が酸素を結合して運べるのは鉄の存在があればこそである。その鉄が体内で不足することにより 十分な血色素を生合成できなくなり、生じる貧血である。赤血玉数は、正常域にあることが多いため、赤血球一つ一つに含まれる、血色素量は低下する。また、赤血球の線具細胞である赤蛾球も、赤色骨髄内での数が増加するものの、そのサイズは、正常な赤蛾球と比べると小さい。鉄血防性貧血の診断は、 さほど難しくはないが、診断、治療にあたっては、下記のように原因を検索する必要があり、その際出血の有無、出血源を調べる。貧血一般の症状は貧血も参照。鉄の水筒が、喪失側に偏ると起こる。しかし、体内には、鉄の予備が存在するため、この貯蔵鉄が枯渇するまでは、鉄欠防性貧血とならない。 慢性的な出血によって材料の鉄を喪失するため起こる。赤血球を慢性的に失う病態として以下のものが挙げられる。変色や無理な減量によって鉄摂取が不足した場合も鉄欠乏性貧血の原因になる。手術で胃を切除したり、腸管の大規模な切除を行うと鉄の吸収が難しくなる。鉄が ヘモグロビンの合成以外に大量に使用された場合、典型的な検査結果パターン。HB 低下、HT 低下、MCV 低下、MCH 低下、FE 低下、フェリチン低下、タイビリシー、上昇鉄欠乏性貧血の原因疾患がある場合には、そちらの治療も行う。鉄剤は可能な限り蛍光投与とする。鉄剤には、クエン酸、 第一鉄ナトリウムと硫酸鉄と、陽性ピロリン酸、第2鉄がある。クエン酸、第一鉄ナトリウムは、硫酸鉄よりも緑茶に含まれるタンニンとの、相互作用が少なく使いやすいことからクエン酸、第一鉄ナトリウムが処方されることが多い。緑茶と鉄材を同時に服用すると、タンニンとの相互作用の結果、鉄の吸収が3分の2に低下すると言われているが、 吸収の低下が臨床的な治療効果には影響を与えない。また緑茶服用後60分後には鉄の吸収は抑制されなくなっている。なおビタミン C を同時投与すると鉄の吸収は増加する。硫酸鉄の方が錠剤が小さいため飲みやすい。クエム酸、第一鉄ナトリウムも硫酸鉄も消化器症状の副作用が有名であり、 消化器症状が危惧される場合は、テプレノンなどの胃薬を併用する。陽性ピロリン酸、第2鉄が、傾向の鉄剤では最も消化器症状が少ないため、消化器症状の副作用が出た場合は、陽性ピロリン酸、第2鉄を用いることもある。またクエム酸、第1鉄ナトリウムを、半分量で投与すると投与可能なこともある。この場合は、 フェロミアカリュウで1日2 5ラムから5 0ラム投与する。内服困難な場合は、点滴で鉄材の投与する。含む糖酸化鉄4 0ラムを10%ブドウ糖液、2 0トルで希釈して2分以上で常駐する。副作用のアナフィラキシーショックや、鉄化上昇に注意が必要である。貧血症状が改善して、ヘモグロビンが、 正常化しても鉄材は中止しない。フェリチンが25何トルと正常化するまで投与する。鉄欠防性貧血の再発の危険性からフェリチンが45何トルとなるまで投与するべきという意見もある。投与総量の計算には、中尾の式を用いることが多い必要鉄量、ミリグラムイコールプラス 17bw 緊急で、 貧血を改善させる必要がある場合は、輸血をする。ありがとうございます。